謹賀新年、今年もよろしくお願いいたします。レンズ比較の第2回目なんですけども、2回目はですね、各レンズの画質の違いみたいなものを一応見ておこうかなというふうに思いました。それで GH5 に定点で付け替えて同じ価格にして、どれぐらい違うか、F 値が違うレンズがあるので、多少明るさが変わってくるんですけども、F2.8 投資のものは F2.8 で撮って、F4 のものは F4 で撮って、で F2.8 の場合は、ISO ですね、 ISO を少し下げて1250ぐらいにして、 F4 の方は F2000 で比較してみました。さあ、まず最初にですね、1200mm のオリンパスのレンズですけども、これの 12mm 側からスタートします。で現在、12mm で設定がどうなっているかというと、4K の 30p の設定で、このレンズは F4 なので F4 ですね。でシャッタースピードは60分の1、 ISO が今2000になってます。それでフォーカスアシストを使って、このカラーチャートのところで一番寄ってフォーカスを合わせます。ロックします。じゃあ次、40mm、 この辺かな、これ大体なんですけどね、ここまで動かしてくるとこれだけフォーカスがずれてしまいます。これぐらいずれてました。これが40mm ですね。40mm の時の、1200の 40mm です。ギターの白い影はちょっとなんか映り込みみたいなものですね、反射したものが映ってます。次に 60mm、 50と70の間、ここですね。今だいたいですね、このカラーチャートはギターの弦のブリッジがありますね、真ん中のちょっと一番、膨らんでるところというか弦を持ち上げているところですね、こことほぼ同じところにカラーチャートを置いています。はい、次に一番寄った 100mm、これが1200の 100mm 単ですね。ちなみに今日のガンマカーブは709を使ってます。非常にナチュラルな感じですね。でその比較の時にですね、もう一つ何をやったかというとですね、マニュアルでフォーカスを合わせたんですけども、マニュアルでフォーカスを合わせた時にズームで送った場合どれぐらいずれるかっていう、これが あるんですよね。でそれについては一応大体は把握してたんですけど、あ、こんなにずれるのかっていうのが分かりました。このズームレンズですね、1200では例えばこの寄ったところで今フォーカスが合ってるんですけれども、ずっとこれを引いていくと、引いていって自分の撮りたい画角にするとフォーカスが今例えば 18mm のところに戻ってきたんですけど、これでフォーカスアシストを見てみるとこれぐらいフォーカスがずれてると。どっちにずれるのかな、これここですね、遠い方にずれてたということですね。逆にここで今合わせてずっと寄っていくとこれだけずれていくと。今これ撮ってるのは FS5 なんですけども、 FS5 に、これフジノンの 18-55 っていうレンズがついてるんですが、このレンズはフレンジバックの調整っていうのができて、ズームのどこに来ても一箇所フォー
フォーカスを合わせておけば、ズームで送ってもフォーカスがずれない構造になっています。それと、まあ、光軸がずれないということですね。今フォーカスはこの辺に来てるんですけども、これをズームしていっても、例えばズームして今このカメラに合わせますよね。フォーカスアシストを使って合わせて引いていってもですね、これずれないんですよね。で、今ズームを動かしますけど、光軸がずれてないですよね。ちょっとこの台座がこうブヨブヨしているので、それが動いてるんですけども、光軸がずれない、こういう特徴がビデオカメラにはあります。で、スチールカメラの方は撮影しながらズームを動かすという概念がもともとなかったので、光軸は基本的にはずれます。で、光軸がずれるのと、それからフォーカスもずれます。で、フォーカスの場合はオートフォーカスを使う人は、まあ、そこのズームに持っていった時にそこで合えばいいという、そういう観点でレンズが作られているので、ほぼほぼ問題にはならないと思うんですけど、動画の場合はマニュアルでフォーカスを合わせることも結構あると思うんですね。で、その時に合わせたところで、フォーカスを合わせたところで少しだけ画角を変えたいということは結構あると思うんですね。で、その時にフォーカスがずれちゃうんですよね。ズームを動かすことによってフォーカスは多少ずれると。で、ちょっとぐらい動かすぐらいであれば、まあ、特に広角系ではあまり目立たないんですけども、望遠系ではこれ大きくずれてしまうことがあるので、自分で使うレンズがどの程度ズームによってフォーカスがずれるかということは把握しておいた方がいいと思います。このレンズは F 値が 2.8 から4に変化するので、まあ、それも合わせてみたいと思います。現在 12mm の時は F2.8 だったら少し明るすぎるので、 ISO 感度を少し落とします。1250、このくらいでどうでしょうか。だいたい同じぐらいだと思います。フォーカスを合わせます。フォーカスを合わせるときは、このレンズはですね、滑らかにフォーカスリングが動くんですが、中でモーターで駆動しているので、ダイレクトに何かこう動きが伝わりにくい感じがします。はい、これでフォーカスが合いましたのでレックします。パナソニックの1260の現在 12mm ワイド端ですね。1260の 40mm です。ズームを動かすことによって、このレンズもこれだけフォーカスがずれてしまいますので、寄って合わせて引くという動作はこのレンズはできないことになります。はい、60mm、 60mm では F4 になったので、ちょっとこれは暗く感じますので ISO を2000に戻します。さっきの 40mm では ISO を1600ぐらいにした方が良かったかもしれません。で、フォーカスが多分ずれているので、フォーカスを修正します。はい、これが、1260の 60mm 望遠端ですね。 F が4になります。 ISO は2000です。今この時点でフォーカスが合ってるんですが、今度 12mm までこのまま戻していきます。明るさも変わっていきます。明るさは 2.8 になりました。4で合わせて4のままいきます。もう一度いきます。 60mm から引いていきます。アイリスは4のまま固定です。はい、フォーカスのズレは気になるでしょうかね。フォーカスのズレがどれぐらいあるか、こ
これぐらいフォーカスずれてます。遠い方にしてやらないとダメっていうことは近くの手だということでね。これが1260のワイド端 12mm の F4 の絵です。でレンズの比較をするときにですね、レンズを付け替えて、一応この中の、ですね、この表示が出たものもキャプチャーもしてたんですが、どのレンズを使ってるかということを明確に覚えておくために、ここにですね、このアクションカムをつけて、ここの操作も一応ここで記録してました。なので、カメラ内のレック、これはダイレクトな画質ですけど、そこから HDMI で出力したものを Mac でキャプチャーして、この画面表示ですね、ごとキャプチャーしてました。なので、どういう設定を撮ってたかということが分かるということと、それからさらにそれを外側からこのアクションカムで撮影してみました。GH5 にはどのレンズが一番いいのかなという実験を、してみたというご報告でした。ビデオサロンの2月号にこれは掲載されます。それではまた。